バカサヤだよ。バカリサだよ。セアリスチャンネルです。はい、今回は休日用の靴と通学用の靴を買ったので、それを紹介していきたいと思うんですけど、今ね、お花をつけている方、この方の足のサイズが急成長したんですよね。1ヶ月半前ぐらいに買った靴がきついとか言い出して、えってなって、で、さやとね、足のサイズを比べたら、リサこんぐらいだとするじゃん。さやこんぐらいなの。え、おかしくないから、えってなって買い替えましたね。はい。ちなみに昨日まで入った靴はアディダスの23センチですね、2人とも。親指が当たっちゃって痛いっていうのと、なんか小石が詰まってたんですよね。穴開いてて。はい。水染みますね。そう、っていうので買い替えました。で、うちには、サヤとリサお揃いの靴がね、柔軟足ってあるんですよ。だけどもそれ S サイズなので、もう全部この人履けなくなったんですよ。全部きついみたいなことで、成長期ってこんな急成長するのと思って、足だけで。そう、だから皆さんの友達とか兄弟とかにもこういう人いますか、教えてください。サヤはね、なんないんだよね。残念。サヤミッチーも足急成長したいな。はい、じゃあまずお揃いでね、休日用に使う靴ですね。せーの、じゃーん、ティラの靴です。じゃーん、じゃーん。おお、かわいくない？かわいいよね、みんな。だよね、だよね。見て、かわいい、かわいい。これはね、ティラのガントレットっていうね、スニーカーになります。で、色はね、3色あるらしいです。で、色はね、ちょっと薄いベージュみたいな感じ。で、みんなはね、よく白を履いてるイメージがあるじゃん。うん、ティラといえば。そう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 。だけど、こういう感じで、うっすらね、ベージュなんだよね。で、上はこんな感じ。今はこういう紐だけど、付属で、こんな白いね、紐もついてきました。かわいいね。紐が汚れてきたりして、これに付け替えたりするのはいいよね。確かに。で、背は24センチです。リサは25センチです。まさかのね。え、だってサヤとリサって2歳差なんですよ。うん。お姉ちゃん。2個下でしょ、リサ。なんでうちより1センチ大きいの履いてんの？は？え？といってもね、普通にね、靴買うときはうちがだいたい23で、リサが 23.5 とか24とかそういう感じなんですけど、フィラはやっぱみんな1センチぐらい大きく買うらしくて、ちょっとね、親指とかが当たっちゃうんだよね。うん。だから2人とも大きめで買いました。ママはね、家にね、フィラの靴をね、2足持ってるんだけど、両方1センチ大きくしてる。で、さらにうちらと同じ靴をママも買ってたの。うちらが試着して、いいんじゃないとか言ってたら、かわいいな、それママも欲しいとか言って、じゃあお会計移ろうかって、なんか1個足してきて、みたいな。それ誰の、ママのみたいな、みたいなってことが起きましたね。で、いろいろね、フィラの靴とか試着してたんですよ。で、かわいいかわいいみたいな。そしたらママが、これ履いてみてとか言うから、履いたらかわいいってなりました。で、買いました。で、最後はね、別のフィラの靴と迷ってたんですよ。もうずーっと、あ、これか、あっちにしようかなみたいな、迷って結局これにしました。で、その迷った靴が、まあ、これなんですけど、まあ、今編集で載せてくれてるかな。ちょっとカラフルな文字みたいなのが入ってる靴なんですよ。これも可愛いねーつって迷ってて、服とかに合わせづらかったりするかもしれないじゃないですか。っていうのもあったし、ちょっと冒険したい気持ちもあるけど、でもやっぱ最終的にこの靴に、ね、なりました。リサもね、これと迷いました。あ、ここに乗っけといてよろしく。ここに乗ったかな。うん、だから可愛かったんですよ。だけど、いいサイズが、私に合うサイズが見つからなくて、なんて、なんて今なってる。私に合うサイズが見つからなくてでして、はい、ちょっと諦めなくてはならなかったんですよ。はい、スニーカーか。あとはプーマのね、スニーカーとも迷いました。フィラとどっちにしようとか言ってね、結局フィラにしました。で、この靴を履いて写真を撮ったんですよ。その写真がこちら。結構コーディネートしやすかったですね。うん。ちなみにこのスニーカーは ABC マートさんで買いました。はーい。じゃあ次の靴を紹介したいと思います。
で、次なんですけど、私のね、通学用の靴を買い替えたので紹介していきたいんですけど、さっきね、さやみちゃんが言ってくれた通りに、靴の裏にね、穴が開いて小石が埋まってる状態なんですよ。そうなんですよ。しかもサイズもちっちゃいので、はい、買い替えたんですけど、シュープラザさんで買いました。はい。で、今入ってるのもアディダスなんだけど、今回のもアディダスにしました。はい。手首よりそこの体勢で、前に履いてたのは黒に白いラインだったんですけど、今回買ったのは白に、なんかね、かわいいメタリックっぽい、かわいいのにね、しみました。なんかリサっぽい、なんかあんまりキラキラしてないし、落ち着いたグレーにも見えるのね、かわいいなって思っちゃいましたね。はい。で、サイズは 23.5 ですね。はい。もう学校行くのが楽しみになっちゃう1日だけ最初めっちゃ楽しみだよね、うん、けど2日目からちょっと分かる行きたくない、無理ってなっちゃう。最初やっぱ友達とかに「えっ靴変えた？」とか言われたいじゃん。言われたい、かルンルンで履くのよ。うちは言われないけど、それでもかわいそう。もううちらのね、通学用のね、靴のね、選び方としては、ここのね、ここがあのプラスチックえ、これプラスチックなのマジで言ってる違う、これはちょっと布っぽくないやつだよね。そうそう、革っぽいやつ。そうそう、あの防水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 するやつを選んでます。うん、そう、うん、合ってるかな、分かんないけど、雨を通さないやつ、うん、そう、布とか雨降っちゃうとさ、そう、染みちゃう、染みちゃうから、そうじゃないやつがいいよねっていうね。そうだよね、しっかりしてる。うんうん。で、学校までの距離が徒歩20分なんですよ。はい。だから急な雨に備えてね、こういうね、スニーカーにしてます。はい。でも大体ナイキとかアディダスだよね。うん。でもアディダスが多いんじゃないかな。サヤはもうずっとアディダスです。はい。続いてなんですけど、私ほとんどのスニーカーが履き上がってしまったので、休日用の靴を2足目買ってきました。はい。2号さんで買いました。ちなみに、リサはでかくなったっていうだけで、サヤはまだ履けるんですよ、全部。だからリサはもう履けなくなったから、もう一足って感じですね。はい、こんな感じです。はい。もうポイントはここがね、スウェード素材になってて、冬っぽい感じになってます。うん、かわいい。で、厚底がすごい高いんですよ。かわいい、かわいい。撮影でいつも一人だけ身長がチビなので、少しでもね、身長盛りたいよね。確かに今ね、サヤが使ってるね、黒い靴ともちょっと似てるから、お揃いっぽく履けるよね。うん、いいんじゃないでしょうか。何それやめて、それやめて、歩いてる、歩いてわかりにくい。ちなみにサイズは L にしました。はい。でかっ、でかっ。 M 履いたらちょっときつかったので、いや、今回たくさんスニーカー買ってね、思ったんですけど、うん、自分の体に足のサイズが合ってないなと。おお、やばい。確かに、ちょっと履いた時に靴だけうんみたいな、まあ、試着する時の服がたまたまスキニーだったから、ちょっとそう見えたっていうのもあるかもしれないんだけど、リサね、横から見た時にね、頭うん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 、足ビュンみたいなビュンみたいな感じなの。でもまあきついサイズ履くのもね、無理に、うん、それもちょっとおかしいし、うん、ということで手のひらを比べたいと思います。謎。よし、比べよう。ん、ええ、皆さん見てください、これ。え、おかしくない？若干リサの方がでかいんですよ。小指がね、サヤよりでかいんですよ。え、おかしい、おかしい、これは本当におかしい。認めたくないよ、姉ちゃん。兄ちゃん認めたくないよ。あれ、いつの間にお鼻が、お花いつから横になってたお花はい、戻りましたね、ガチャシャ。はい、はい、ということで今回はね、いろいろ靴とか紹介したりとか、まあ、リサが伸びすぎだよとかね、いろいろね、まあ、まあ、急成長日記を書くことも決めましたし。マジで言ってんの？マジで書くの？いいけど、いいけどね。もし同じの買いたいなとか思ったら、まあ、動画で似たのを探してもらって、やっそ自力で探してもらって見てください。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ、バイバーイ、パターン、パターン。